どうも、わきです。今日はですね、秋葉原にやってきてるんですけれども、ユニークな名前のお肉のお店があるということで、もう後ろに見えてますけれども、こちらでございます。肉バルニクソン大統領さんにやってきました。ちょっとね、名前からして肉々しい感じのいい感じの名前なんですけど、このニクソン大統領さんで期間限定なんですけど、7月の1日から8月の31日まで大食いのね、チャレンジメニューがあるということでやってきたんですよ。名前がすごいですよ。肉盛りペンタゴンカレーという名前なんですけど、総重量が 2.9 キロ、制限時間が1人だと30分、2人だと15分で、3人だと10分っていうね、人数が増えると制限時間短くなるんですけど、このチャレンジメニュー成功すれば、タダで食べれると。で、もし失敗しちゃった場合は、まだ6800円お支払いという感じになってるみたいです。このチャレンジメニューは要予約なので、まあ、今日はちょっとね、友達がね、お店予約してくれてまして、2人で総重量 2.9 キロの肉盛りペンタゴンカレー食べていきたいと思います。行ってきます。これ面白いですね。リチャード・ニクソン大統領とは全く関係ありませんと。そしてお店2階なんですけど、この階段が見てください。白を基調としたね、いかにもホワイトハウスなんじゃないかということで、この階段に飾られてる絵なんですけど、こういう感じで、これ面白くないですか？飲み物のですね、コースター、面白くないですか？肉のコースターですからね。店内すごくね、広々としてて、かなりね、席数が多いんで、結構なお客さん入れますね、ここ。まあ、今回僕はチャレンジメニューを注文してますんで、グランドメニューですか、もうね、ページ開いた瞬間からもうこんな感じで、これ肉々しさ全開なんですけど、肉好きの僕ずっと今までやってきましたけど、この店を知らなかったっていうのはちょっとお恥ずかしいなっていう思いをしております。まあ、今回ですね、こうチャレンジメニューで頼んだのはこちらでございますね。夏限定の肉盛りペンタゴンカレー早食いチャレンジということで、まあ、これすごくないですか、もう総重量が約3キロ、お肉が 1.5 キロ、ライス600グラム、野菜300のルーが500ということでね、結構がっつりですね、これ。頼んでしまったんで、来るのを待つだけなんですけれども、まあ、今友達と一緒に来てるんですけどね、どうですか？楽勝です。楽勝ですか？楽勝です。楽勝だそうです、友達は。僕も楽勝かもしれないけど、どうでしょう。普段あんまり大食いをやってないもんでして、ちょっと今日は2人でね、頑張っていきたいと思います。で、2人だと制限時間が15分。お肉先食べて、はい、で、もう締めでカレーの勢いでバッて食べて、あー、流し込むみたいな。うわー、ちょっとどうしよう。じゃあ肉からいきましょう、はい、今お店の方からアドバイスいただきましたんで、じゃあすいません、一応これ紙エプロンね、いただいたんで肉ってありますけど、いやー、食べきれるかな。早食いなんですよ、これ。ただ僕の場合は早食いとかじゃなくて、食べきれるかが問題なんですよね。まず、うわすっごっ、お酒すいしょ。ちょっと待ってくださいよ、これすごい量ですよ、これ。
これ見てもう弱気になっちゃってますよ僕。早食いですけど、ほんとさっき言ったように食べきれるかっていう話ですよマジで。店員さんがもうストップウォッチ持ってますんで、位置についてはい、よーいスタート。よし、いただきます。いただきます。じゃあまずお肉から。まずはちょっとお肉を取り分けて、これからいただきます。これすごいね、リブ。あ、うまっ。大食いメニューですけど味しっかりしてますね、お肉。確かにお肉から先に行かないと、うん、うん、うまっ、うん、うん、これカットした方がいいかもしれないお肉、顎が疲れちゃうんです。うまっ。うまいね。柔らかい。柔らかくて肉汁すごくてめっちゃ美味しいです。うん、ライスは 600g なんで結構ご飯いっちゃいたいんだけど、まあ、カレーでいこうかなと。玉ねぎ必要なのかもしれない。あ、玉ねぎね。これちょっとでかいね、玉ねぎ。すごいでかいのが1個あるんだよね。今何分だったんだよ。まだ5分経ってないですよね。うん、結構もう手汚さないとダメですね行儀悪いかもしれないですけど、うん、チキンがすごく美味しい。5分経ったらもうスパートかけないとまずいしこのペースだとまずいし残り10分、うん、早っ。残り10分ですよ。うん、うん、結構顎が悲鳴を今上げ始めてます。玉ねぎは、うん、玉ねぎ甘くてすんごい美味しい。うん、食べました。ソーセージもこれうまそうだな。うん、あ、これすごい美味しいですね、これ。うんうんうん。あとこのチキンをどうするかですね。今腹何分目ですか。3分目。お、いけますね。あの一緒に来て友達はね、強力な助っ人なんで結構でかい胃袋持ってます。ただやっぱり胃袋は良くても顎がきますね。食べましょうか。うん、野菜がすごい入ってる。これを食べるのが結構大変かもしれないですね。でもあと残り5分でカレーだけだったらいけます。3分でこれ全部食べ終われば多分いけるんじゃないかなと。うん、タンドリーチキン、うん、うん、いける気がする。お肉も、あ、これが見えてきたぞ。それを片付ければ残り5分。あと5分です。あと5分、やばい。あと5分。これもう枯れてます。ご飯が 600g あるんで、これをどっさりとグラーッとカレーのルーも全部あの食べなきゃいけないですよね。うん、結構熱いですこれは難敵ですよ。うん、カレーはそろそろいけますね。残り3分。やばい、やばいよ。残り3分。カレーを飲む感じでいかないと。まあ僕の友達がチキンで苦戦してます食べれますね。食べれるけど時間が、うん、時計はこれで OK です。これ1分かな。あ、OK 出ました。 OK 出ました。 OK 出ました。 OK 出ました。時計が OK 出ました。残り1分です。残り1分、流さないと。1分いけます。これカレーも飲まなきゃいけないですもんね。カウント中します。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。あ、終了です。くっそ、あともうちょっとだったな。惜しいっすね。惜しいっすか。くっそ、残りがね、僕がカレーで、ルーもあともうちょっとかな。
で、お米もちょっと最後ね全部食べたかったんですけど、一緒に来て友達がこのタンドリーチキン、これやっぱ大変でしたね。これをやっぱりあの綺麗に食べるっていうのはなかなか時間がかかってしまうのかなと。僕と友達で、まあ僕もまあまあ食べる方ではあるんですけれども、あと1分あれば完食できたという感じになりました。悔しいです。せっかくだったらもう成功した絵をお届けしたかったんですけど、すいません。はい、まあ残さずこれ今から全部食べますんで、あのニクソン大統領で、早食いチャレンジ8月31日までやってますんで、ぜひ大食いの方は多分食べれると思うんですけど、早食いがあるんでお肉噛むこの顎の力とタンドリーチキンをうまくばらして食べる、この2つのコツがあればいけるんじゃないかなと。で、あとなるべくやっぱ飲み物は飲まない方がいいのかなっていうのもあるかもしれないです。意外とジャガイモが苦戦しました。で、カレーは結構熱いので、ジャガイモとカレーは最後に残しておいたんです。冷ましながらで最後ガッとあの片付けるっていうのが、まあ、コツなんじゃないでしょうか、まあ、ということでございますので、ぜひ秋葉原に来た際はチャレンジしてみてください。すいません、僕らは失敗しました。美味しかったですけどね。味はめちゃくちゃ美味しいです。量が多いから手抜きをしたりとかそういうの全くないです。もうお肉も一個一個すごく美味しかったんで、ぜひチャレンジしてみてください。